続いては、ポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客,さ本日のお客様は、著書、知らないと大存する老後のお金の裏技が SB 新書から発売中、経済ジャーナリストの荻原博子さんです。はいらっしゃいませよ、はい。よろしくお願いします。えー、たくさんご本をお渡しになっています、えー。今回は老後のお金の裏技。 というご本ですが、うん、はい、ご本のこともお話ししたいと思いますが、はい、もうどうですか、この物価が上がる中で。いやもう本当 上がっていやだって電気代がまず3割高いんですよね、去年より。そんなに高いんですかそれで小麦の価格なんかもどんどん上がってるでしょそうですね実はこの10月にまた小麦の売り渡し価格の改定があるんですがそれは去年の4月も17.3%上がったんだけどそこにはウクライナが入ってないんですよ。今度はばっちりウクライナが入るので30%ぐらい上がるかもしれない。もう お好み焼きとかどうすんだたこ焼きとかっていうねそういうこれ分かんない小麦の価格って国が決めてるんですか小麦はもうほとんどが輸入なんですよ9割方だから輸入小麦を国が買い上げて製粉会社に渡してるという形なんですよでその渡す価格を国が決めてるんですよでその国が決めてるのはどうやって決めるかっていうと例えばこの4月の小麦の売り渡し価格だったら 去年のの月月からまで平均それを出してさあ皆さんこれからいくらですよ出すんですよでだから今度10月はウクライナ戦争がばっちり入ってるじゃないですかそれとあと円安がばっちり入ってるのでとんでもない価格になりそうだと思います。 食べ物とかって海外にばっかり頼ってるの怖い。怖いです。だから、本当はそういうところにちゃんと目配りしてくれるべきですよね。目配りっていう意味はつまり、あの国が介入して、その小麦の価格を。まあ、ちょっと。安く。す俺たちは泣くけど。 国は泣くけど、買えないよと、ガソリンだってそうだったん結局補助したけどさ、あれでしょ、会社員だけでしょ、だから大儲けしてる石油元売りに上げただけでしょ、補助金を出しただけで、トリガー条項っていうね、それは全然使わなかった、それから小麦ももうそのまんまですよ。 だから本来だったら大竹さんおっしゃるように小麦の価格はこのまま据え置きでその分は予備費って12兆円もあるじゃないですか予備費使いますとか言ってね使いましょうよ使いましょうよびっくりしたんですけど4月に日経新聞がいろいろ予備費どうやって使われているのかって精査したらちゃんと使徒が分かって適正に使われているのが8000億12兆のうちのだから11兆円はなんだかよく分からずに。本当ですかっういのて 日経新聞が書いてましたよね。だってねあのねまあいろんなこの番組はいろんな人が調べていろんなこと。ええカパン一個ね100円が今140円になったとね何何が一個カチパンだよ1円な1円俺はねあの言ったの100円が140円なったと今度の労使交渉でね時給最高に上がりました31円って言ったんだよ。ほ本当よね。こらこらこれと 菓子パン時給が菓子パン1個分に満たないそれでんか最高額みたいな言い方するじゃないもう消せないなと思ってしかもこの菓子パンが多分来年になると円になるんでいやもうね笑っちゃいけないけど笑うしかないような金額でね本当にねなんていうのかな まあそのさっき言った石油元売りにはお金入れてるんだけど、でもダイレクトに来てないですよね。しかもその 今回電力がものすごい逼迫していて、ポイント制度を入れて2000円安くなるって言って実は私あのマネの達人っていうお金のあのインターネットのお金のあのサイトがあってそこに書いてんですけど、そこの編集長が激怒してて、なんでなんでそんなに怒ってんですかって聞いたら、いやマネの達人の読者はねみんな一生懸命節約をしてんだと。このねポイント制度は5%節約しないとポイントクレ ないと、うん、もうね、５％も出ないほど節約してるね。うん、<laughs> 読者がいっぱいいるのにね。うん、どう、全然恩恵はそういう人に受けられな受けられないじゃないかのこ、うん、怒ってましたよ電、ね、気代は月、うん、あれだよね。先月喋った時もう11ヶ月連続で値上がりって。この先も上がっていくともう。 だか,だから今おっしゃったのはこの電気代のポイント制度がもうみんなぎりぎりまで節約しててそれでこれで5%節約するなんて言われたってそれに2000円くれるって言ったってそんなもんはもうとっくにやってるから。 そんなポイントななんか貯められいポイント制度とかやめたほうがいいですそう老人とか使えないしじゃあそのポイント一体どこで使うのかっていうね田舎じゃ使えないしみたいなとこもいっぱいありますよね。だからね何のためにそういうふうになっちゃうのかそれよりもね例えばすごい一番簡単なのはダイレクトに皆さんの電気の基本料金は全部政府が払います。ですから請求書は 日本料金の分だけは政府にくださいと、うんうん、あとその上のセブンは皆さん払ってくださいと。うん、そういうのは一番かかない。あの、先生、コロナの時も、そういうに言ってたよね。うん、水道料金とか、光熱費とか、あの、下げればいいじゃん。ってそう,そうすると、何がいいかって。うん 政府が請求書をもらったのを払えばいいだけなんでみんなは次の日から電気代安くなるんでしょう。12兆円のうちの8000億円はちゃんと使い道が明らかになってあと手続きに金かかんないじゃそそううかかかんないらそうそうすぐ安くなるのにそういうことは一切やらないだからね誰のとこに顔を向いてんだと思いますよね本当ですね。 これ今なんかちょっとねあの先生がおっしゃったのは10月になるともっとひどくなるって今おっしゃいましたよね。そう,うん、そうなんで,すでね、うん 10, まあ、10月になると今度は政府がさっき言った売り渡す小麦の値段が多分30%ぐらいから40%ぐらい上がるかもしれないとそうなると今度それってあの政府からでが あの売り渡す価格だから、うん、それがパンとかラーメンとかそういうのになって出てくるのは来年の初めなんですよ、うん、ちょっと来年の初めまた値上がりですよ給料、あのー、上げてくれんだったらまだ給料 <laughs> だから地が三十一上がったじゃないですかどう <laughs> すんだよ31円でね 給料は全然上がらないですよねだから給料も本当に上がらないんで結局今韓国よりも給料が低くなっちゃった日本の給料のほうが。ということはみんな韓国に出稼ぎに行かなきゃいけないってことですよね。外国の人も日本に来るよりそうなると思うだからね給料で給料上がる政策がないんですよ今。 だっあの一つなんか目玉とか言われてるある給料の政策って、うんえー、給料を上げた企業は法人税を下げてあげますっていう、うん、そういう政策があるんですけどはい、はい、まず、ね、7割の企業は法人税払ってないんですよ。 だから避けてあげるもん減ったく大企業じゃなくて全部の企業のうちの法人税払ってるとこは3割3割。ってことは7割は,7割は関係ない。関係ないってことはそれはもうその会社はもうギリギリってことは赤字赤字な赤字7割は赤字 その3割もこの制度って100万円総額の給料を上げると40万円税金安くしますよみたいなこれちょっと厳密ではないけどそういう制度なんですよ。ということは100万円上げると経営者の人ってずっと上げ続けなきゃいけないじゃないですかでももらう40万円は1回っきりですよそれをやるかと儲かってる企業でもほとんどね高かな誰もやらないんだと思う。 そうするとね給料も上がらないし、うん、もうそういう物価もどんどん上がっていくしみたいなね。ねうん、結局なんだけど困ってる時に。うん ガツンとこれ儲かる新しいことって考えつかなくなったのねやっぱり教育とかのお金削りまくったからだと思うんだよね,、うん、ねだから教,教育だって誰ですか米100票って言ったのは小泉さんですよ100票の米は食べないでそのまま教育に使えば1000票、うんうん、万票になるとか言って小泉さん自分で食べちゃいましたよね100票。<laughs> <laughs> はい さてまあいろんなことがたくさん起こってて暮らしづらい世の中、はい、もうこのご本では自己防衛手段しか手はないんじゃないかというふうにおっしゃってますね。うん、本当にそうだと思います、うん あの散歩なんかもただのんべんだたりと毎日散歩してんじゃなくて何か金に換える方法があるらしいですね。散散歩歩ありますよで今あのの自治体なんかが健康増進ために散歩させてんでですよ散歩してポイントこれもポイントなんですけどポイントをもらってそのポイントを使うとなんかいろいろお茶が安く飲めるとかねそういう制度とかコンビニなんかでもその 歩くと歩いたその個数がポイントになって、うん、まあそれでなんか買えるとかね。なんかねそういうことは民間ですよ。民間は細かくやってますよね。うん、ああ私も時代に合わない。私財布がパンパンになるのが嫌なのよ。<laughs> カードとかで。そうね。でもね本当にそれは年配の方は。うんうん カード使えないいって方も多ですからねペイペイとか言われたってどうすんだみたいなね方いっぱいいるからやっぱりねそういうことも目配せしていかないと結局弱者がずり寄っていっちゃうみたいなそういう社会になります。で私思ったんですけど原発あれもすごいですよ原発なんか急きょ動かすとがいいって国葬に紛れて言ってましたよね。だって国葬と同列に言ってたじゃないですか同じ時に発表してた国葬に紛れて言ってましたけどあれね 私調べてみたらびっくりしたのが2016年に電力自由化したんでそれから火力発電所って原発22基分がなくなってるんですよ廃止したりそれから休業したりどうしてかっていうと火力発電の時代じゃないからやめちゃおうで自由化されたからそれ前までは電気届自前届け。 しなきゃいけなかったんでそのお前勝手にやめるなとか政府に言われたんだけどそれ2016年から事後届けになったんでみんなどんどんやめちゃったんですよだから今回の猛暑ってある意味人災ですよね火力発電所がどんどんなくなっちゃったんだもん勝手にで新しいのがそんなになできなくなっちゃってでで,で いすみません、よくわかんない。うん、今まで火力発電所は稼働してた。稼働してました。稼働してた方が熱くなりそうだけど違いいうん、<laughs> 稼働してて電気を供給してた。稼働してて電気を供給してたと。うん、で、原発は。 もう動かさないやつは動かさないで、まあこれで間に合ってまあこれが今までやってきたとこの国が、それがどうなるんですか。それがあの2016年から皆さん自由にやっていいですよってことになってんですよ。火力発電所も。だからあのもう廃業廃業しましたとかね、あの休業しましたとかね、そういうこと事後に届出を出せばどんどんできちゃうようになっちゃったんですよ。それで原あの火力発電所がどんどん減っちゃったんですよ。それでその減った量が原発 分そしたら絶対電気足りなななくるじゃいですかそれで国も慌てて6月からやっぱり今までやってきた事前事後届はやめて事前に出してくださいみたいなこと始めたんですけどもでもねそういうところでバタバタ。 だから結局ね、ね人災なんじゃないかと、ね、先のこととか全然考えてないそれともっとひどいのは、うん、昨日去年の10月から、うん、あの原発の廃炉の費用と、うん、それから賠償金、うん、約3兆円ぐらいあるんですか、合わせて。 それを電気代に上乗せすると。と <laughs> その通り、もうしてるんですよ、10月から。てうん、だから上がってんのか、こっそり。だから、それも、まあ、うん、そんなに多額じゃないけどね、それもあって。うん、こんな政府の企業なのか、それとも独立した、うん、あの、あの、なんての、電力会社なのか。うん、その辺がはっきりしないよね。うん、どっち。そうそう こういう時はなんか国の方でもあれはちょっとすっきりしたじゃん賠償責任さ、うん、あの東電の幹部の人たちそれはね、うん、それはそう,そうだけど、うん、でも肝心のこう電気足りなくなってこれから、うん、もしかしたら本当にこんな暑い中で、うん、もう命を縮めちゃうご老人とかもいっぱい出てきそうじゃないですか、うんううん、あと年末その話聞くと本当に灯油とか足りなくて投資する人とかも出るんじゃないかと思ういうことを ちゃんとやっていくのが国ですよねでもそれをやらなかったって話ですよ2016年から勝手にやってくださいって言ってたっていうそれで火力、うん、発電所が足りなくなっちゃって、うん、今大慌てみたいなね、うん、これ治んないよこれはだからそれを。うん <laughs> どうしだから原発再稼働するんですよそそそううのは、だから本来だったらごめんなさいって一回ね謝ってからさあじゃあの足りない分どうしましょうって話になるんだけどなんかそうじゃなくてずるずるずるって再稼働に行っちゃうんですよでもずるずるずるっていくのかな。もそうだからね再稼働怖いのは避難経路とかああいうの全然ないんですよねあと止まってたやつ動かすなんてほぼ世界的にしたことないんでしょだからねなんかねそういう そういうことを考えると本当にちゃんといろんなことを考えてそれも庶民,庶民に向けた目線で考えてくれてるのかなっていうのがねすごくでもね私思うんですけど、はい、庶民の,かあの、ね、賢いですよ。 なぜならほら万円問題っあったよ私の友達もう毎日面白おかしく生きるっつってもう無理だと思うから老後2,000万円問題ね老後2,000万円足りないって国が言ってでねお前たち頑張れみたいなことを言われちゃってみんなあのあと何が起きたかっていうとあの2,000万円問題が解消しちゃったんですよ。 どういうことっていうと2000万円問題って老後に総務省の家計調査って言うんですけど使うお金と収入と差が5万円あるとそうすると100歳まで夫婦で生きると2000万円足りなくなるって話だったんですよ入ってくるお金より使うお金が多いから。 だからその分の2000万円を貯めておきなさいていう話だったんですよところが2020年の家計調査ではみんなコロナでもう金使わないってことになっちゃったじゃないあと給付もちょっと出ただからそれが貯金回ったりいろいろしてプラスになっちゃったんです。 五万円足りなかったのに <laughs> 差額が一千百十一円なんだけど、でもそれで豊かさとちょっと違う発展してってるんじゃないよ,よね。それが豊かさに結びつくんならいいけどね。そう,そうじゃないもんね。だからねみんな本当にもうね切り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 詰め切り詰め切り詰めでやって、うん、なんとかこう生き延びようと庶民の方が真剣ですよね。うん、そこは。 まあだから今の電力の話だけどこの番組ではね、うん、NPO の方が来てて一、うんうん、人親世代ねもうこの方たち今どうなってるかって言ったらこう冷房か食費かどっちかだって言ってるわけよ、うん。どっちに金使うんだと うまあどっちみち両方とも必要なんだけど冷房止めて食費に回すか食費削って冷房に回すかみたいなもうそういうのをさちゃんとサポートするのが。 国のはずでしょう,そうだから本当に子どもなんかでもね、子ども食堂、もうこのコロナでなくなっちゃったし、なくなっちゃったというか、活動ができないところが増えちゃったんで、そういう子どもたちもすごい困ってるし、あとあ、本当、給料がね伸びないとか、あとリストラになっちゃった人たちは、本当に大竹さんが言うように、どっちかしかないですよ、選ぶしか。 政治家の人が子供食堂やっていただいてありがありがとうっつったんだよ。お前がやれ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 よもう本当にもう一なんですよ結局。はいこの中で保険の話も出てきますね。こうまあいろいろさっきから2000万円問題はまあある意味解消されたけど、まあ実際はなんか特別に安心なわけじゃないけども、ただ こう庶民は庶民で、うん、やっぱり不安だから、うん、あのいろんな保険に入ってるんじゃないかとちょっと保険少し家計の中で見直した方がいいんじゃないかって、うんうん 小倉さんおっしゃって。そうですね。だから、もう本当に高齢、あの、もう本当に高齢化して。老人になって、子供たちもうちを出ちゃったって言ったら、そんなに困ることはないんです。今の。ご高齢、あの、ご高齢の方たちは、そしたら、そんなにたくさん入らなくても、ずいぶん楽になった。昔、先生の話、先生の本昔読んで。保険がすごい、結構無駄っていうか、払うの大きいんじゃないかって言われて。足もさ、結構頼まれると。 取れなくて、いろんな <laughs> ちょっぺちょっぺいろんなのに入っちゃってたんだけど。うん、それ、み、見直したら相当。良かったと思う。うん、そう。うん、うちの母もね、うん、田舎に帰ったら、十本はっしたんですよ。 でも実はその保険をめている方の母の友達だったので私は何も言わないことにしたんですけどお友達くしちゃうからねだけどいっぱい入ってると自分が入院したり手術したりとかしていっぱい入ってるからどこからどれもらえるかとかっていうのも把握せなかったりしてもう時間経っちゃってだめみたいなのとか結構あったのね。 本当は日本って、皆さん、すごい日常日頃、国民健康保険に入ってる人もいるし、国民年金に入ってる人もいるし、厚生年金に入ってる人もいるし、健康保険の人もいるけれども、ものすごいいろんな保障のためにお金払ってるんですよ、だから、例えばね、本当にサラリーマンなんか3万円とか4万円とか月にですよ、その健康保険とか、国民あの年金とか、そういうののためにお金払ってるわけじゃないですか。 それが、ね、どれだけ役に立っているのかっていうことを全然検証しないです、ねうん、よねでも保険ねなんかね解約する時怖かったやっぱりだって今病気になっちゃったりとかしたらさそ,、ねうん、その間仕事もできないしね。そうでもねそれはやっぱりねだってそうやって保険にいっぱいお金つぎ込んで、うん、今度はお金がなくなっちゃったら、うん、食べるものを保険では買えないもんね。うん これみんなどのくらい保険に入ってるの？月々からね、2万ぐらい入ってますよ。2万、2万、2万とか4万知らないで結構ちょぺちょぺ安いやつとかだとね、まあい1か入っとけみたいな感じで入ってかもよ。前の事務所にいた時は俺に知らないで俺のそこの社長が俺に保険か生命保険かけた。殺されなくてよかった。 でもね保険って9時と同じだから当たらないと不幸なことにならないともらえないんでう9時と同じ。でね前9時と同じって言ったらんかテレビで言ったんで生命保険協会から呼び出しくらって「何だ失礼だ!」みたいなことになって2時間ぐらい言い合ったんで仕組みはみんなから集めたお金をそこで病気になった人にあげたりそこで9時と同じじゃないですか。 イメージが悪いとか言って、うん、であまりにも言われたから、うん、結局私「分、うん、かりましたもう私は一生くじと同じとは言いません」って「うん、保険は不幸くじだと言います」うん、もうそれで脱却したんですよ。うん、なんつったの不幸くじ同じや <laughs> いや私が行けなかったのは宝くじと同じだって言っちゃったからでもあれだね呼び出して説教ってやめてほしいよね少々手紙送るぐらいでもね仲良くなったよその人とそのあとさあとことん膝詰めて話せばそうですじゃあ先生もう2,000万頼めなくていいのえっ2万お金は貯めといた方がいい2,000万円って生活費だけだからねでもインフレ起こっったら紙くずになちゃうだからね怒ったら考えよう。 でね、みんなねおかしいのは、うん、今まだデフレですよ、はい、日銀デフレ脱却宣言してないだからで日銀がデフレさ脱却宣言をしたら、うん、みんなであじゃあインフレのことを考えよう、うん、それでいいじゃないですか、うん、ねあのデフレのさなかでインフレのこと考えてもしょうがないよね。まあそうなんだけど、うん、ま,あだ,うん、まだからあの金が紙くずになる可能性っていうのも でもそうなでもよく考えたらそんなに持ってないから別に構わなかった。でもねでもねなかなかそれはないと思います紙くずになるっていうのはだから紙くずになるっていうのはやっぱりすごいひどい政府で政策失敗して太平洋戦争の時みたいにね日本が敗戦してっていうふうにならないとそれでも紙くずにはならなかったんでしょうの インフレ来るかもと思ってたらで金持って持っててもしょうがないと思うからさ、うん、酒買うときに高いの買っちゃったりとかすんじゃんそれは罠だと思うんだよね <laughs> <や>罠だってお前またそうだからそ<れ> <laughs> 何かに私は投資したとかならわかるけど高い酒買ったってここでもうなでも商品が伸びていいじゃないですか<う> <laughs> あ本当にいやでもそうかでもまあ。 お金に貯めるのは今のところインフレのことあんまりしないで貯めといいいた方がだから黒田さんがデフレ脱却宣言してからですよの話でだってまだデフレ脱却宣言もしてないわけだからそしたら急激なインフレが来たらね急激なインフレが来た時にはもう株も暴落するし土地も暴落するし金も危うだから急激なものが来た時にみんな落ちる 投資商品落ちる、急激なものが来たら株も金も金はちょっと分からないけどそうですねだから、落ちる、だから緩やかなインフレだったら緩やかなんだから考えればいいじゃないですか、デフレ脱却宣言してから。だからね、時間あるんですよ、緩やかなものは。 今の世の中、さっきのパンが100円が140円もそうだけど、インフレなのかデフレなのか、分かんないんだけど、多分、ほぼスタークフレーションでしょ、だから、ものの値段が上がっていく中の不況、給料が上がらない。両方だからこれは まあ、インフレというよりはスタ日本の場合はスタグフレーション、うん、っていうことになるんだろうと思いますよね。先生のさ、うん、本の中に書いててこ,うこの言葉ってその通りだと思うんだけどさ,、はいさ「こうした中で自分の身は自分で守らなくては政府は守ってくれない」ということを実感した人も多かったでしょう。それを肝に銘じなるべくお金を使わずに節約し、うん、家族で助け合って暮らしを成り立たせていきましょう。 だからねよくねお前がそのこと言うから物、うん、が売れないんだとかいろいろ言われるけど、うん、そんな状況じゃないよね今ね皆さんねいやだからあれでしょだ,、うん、っだってもういつも考えるもん、うん、前のだよ前の環境っていうか世の中だったらもう離婚してたかもしんないも、うん、うん、<laughs> でも、うんうん、今だったらこれからどうなるか分かんないしと思ったらちょっと仲直りしかった。<laughs> がさ違えば違ったほどどっちかが潰れちゃってもどっちかがあったらいいわけじゃんエンジンが一個じゃないってことだから。まあそうだけどやだけどねそういうものの考え方も分からないくはないけどももうちょっと言うとだねやっぱしどっかの国なんかは年取ってお金なくても暮らせますよって。 言ってるわけだよ。<う>ね、あの老後心配しなくていいですよ。スウェーデンとかね、その代わり、のね、その代わりね、あの稼いだ金の70%ぐらい税金に取りますよと。うん、でもあなたまあの。 老後の生活は全部保しますっていう国があるわけよだからそれでも全然私は構わないんだけど今のっていうかこの国の政府だと70%取られてる人とそうじゃない人が出て超不公平だから嫌なんで自分だけ真面目に70%払わなきゃいけない。本当にこのねこんな不況の中で史上空前の税収信じられないですよね。はい お話はつきませんけど、はい、も時間になってしまいましたはい。はい、あ改めて小木原さんの著書、はい、知らないと大損する老後のお金の裏技は、はい、SB 新書から発売中です、うん、大竹メインディッシュ本日のゲストは小木原ひろこさんでしたはい。散歩も金になりますよありがとうございました